皆さんこんにちは。テレビアニメお兄ちゃんはおしまい、略しておにまいのツペッタツペッタ、略してツペッタ、略さないとツイッタースペースしてる。なるほど、略してツペッタツペッタ、初めて間違えてたかもしれない。恥ずかしい。でもなんかいいよ、いい感じかな、うん、いい感じ。よかったよかった。おにまいタッグにご参加いただきありがとうございます。いやいや、もう今回のおにまいトーク第3話は、私小山美晴役の石原香里と、はい、ほづき楓役の金本久子です。よろしくお願いします。ちゃんとしなきゃと思ってたのに、いきなり噛んじゃった。可愛かった。恥ずかしい、やばいと思って一瞬心臓がドキドキしました。が、はい、こんな感じなんですけど、ひーちゃんはおにまいトークに出演されるの初となりますが、はい、いかがですか。なんか今ので一気にすごく心がほぐれました。よかった。そう思っていただけて、すごい、こんな感じで撮るの初めてかも。なんかね、ここに携帯を置いて、いつもなんかこういうトークするときって結構スタジオとか、うんうん、そう行って、なんかしっかりこう密閉されて、うん、そうなんです、ね、やるんだけれども、なんかこの感じいいですね。ね、会議室で、うん、会議室で撮ってるんで、そう、結構割と気楽な感じで、なんかお茶をしながら喋ってる感覚になります。いや本当に、うん、持ってくればよかった。私もひーちゃんみたいに飲み物私はあの自分でコーヒーを勝手に、ね、そう持ってきてるんですけど、そうそう、ひーちゃんはここにあのいただいた天然水でちょっとお届けしてるから、次の時はちょっとなんか私もあったかい飲み物、あ、いいですね、持ってこようと思いました。お菓子もあるし、うん、嬉しい。そしてですね、あの、はい、やっぱお2枚盛り上がっていまして、うんうん、放送も2話まで今されてるんですよ、はい、でそういったファンの皆さんからたくさん声をいただいたので、早速ちょっと紹介していこうと思います。お願いします。はい、ずっとお2枚アニメ化待っていて、未だに信じられないです、うん、まだ夢なんじゃないかって気がして、皆さんはいかがですか。どういうことですか。嬉しいね。まだ夢かなって思ってくれてるんだね。うん、夢心地なんだね、まだ。うん、でも確かになんかアニメ化になるよって聞いてから、ちょっとやっぱ時が経って、うん、そうだね、まだかな、まだかなみたいな感じが長かったから、うんうん、いざ放送始まってみると、私もすごい本当に動いてるっていう感動が大きかったけど、うんうん、そうだよね、うん、結構あのアフレコも前にやってたから、そうなの、なんかあの放送まで結構温めていたというか私たちの中でも。そうなんだよね。しかも原作のその、ね、人気がすごくって、うん、結構アニメ化してほしい作品っていうので話題にもなっていたじゃない、うん、そうなってた。だからなんかこんなに待ち望んでくださっている方がたくさんいる中で、うんうんうん、満を持しての放送だったから、本当になんか夢心地なのは少し分かりますね、うん、めっちゃ分かる、うんうん、本当嬉しい嬉しい嬉しいって感じで、ね、来週放送が私も楽しみにしています。うんうん、ね、うん、あとは、はい、ドラマ CD からアニメで演じ方の変化などありますかって。私もひーちゃんもドラマ CD からずっと続投なの で、はい、そうなんです。ありますかとのことです。 ありますか。なんか最初に撮った時のそれこそ第1話とかにあたる、うん、みはりちゃんをドラマ CD でやってた時は、うん、なんか最初もっとテンション高くテストで挑んでて、うんうん、で先生からみはりちゃんは頭のいい女の子だからもっと大人にしてほしいなっていうのを、うんうん、その時にいただいて、それで自分の中で、あ、みはりってこういう人物なのかもっていうのが形成されたことによって、うんうん、なんか意外とアニメ化する時にあの同じシーン作る時に昔の自分に戻っちゃうんじゃないかっていうのが最初ドキドキしたんだけど、うん、いざやってみたら自然とやっぱもうみはりちゃんとの長い付き合いの中で、うんうん、自分の中でちゃんと構築されてたから、うん、意外となんかドラマ CD とすごい差があるっていうのはなくて、うん、よかったって思ったのがすごい印象に残ってます。あ、確かにあの最初に、ね、音声だけでお届けする時に作ったものとまた、うん、あの動きとか表情がついてで自分がそこに乗っかっていくときに少し変わる時もあるもんね。そうあったりするけど一貫して結構、うん、みはりちゃんっていうキャラクターがもう出来上がっていたんだね。そうなの、うん、なるほど。楓
楓ちゃんはどうだった？楓ちゃんはですね、私結構ドラマ CD の時に試行錯誤を結構させていただいた記憶があって、うん、あの自分の中であんまり演じたことのないその時キャラクターで、そっか、そうなの、どっちかというとこうなんていうか、まっすぐな、うんうんうん、あの一生懸命な子を演じることが多かったから、少しお姉さんポジションで包容力があって、うん、面倒見がいいけどあのギャル要素があって、確かにそう、あのちょっとなんか対極にいるような感じのキャラクターには見えるもんね。私の中ではなかなかそこの結びつきが難しくって、うん、あの見た目の華やかさ と、うん、あとコミュニケーション能力の高さにプラス合わせて、そういう包容力をどうやってこう出したらいいのかなって、ちょっとドラマ CD の時はいろいろ考えながらやらせていただいて、うん、そこから少し時が経ってアニメで登場してくるって時に、なんかあんまりねこういうこと言うと申し訳ないんだけれどもあのアニメーターさんにすごい引っ張っていただいたような気がしています。はい、いそうなの。絵はもちろんすごかったけど、うんうん、私はなんかひーちゃんの楓ちゃんを聞いて、うん、すごいこれは美波に負けるなってすごい思った。なんかそのやっぱ包容力の強さは、うんうん、作中にももちろん描かれているし、うんうん、まあ、ヒロが惹かれるところが見え隠れするシーンが今後出てくると思うんですけどやっぱなんかすごい素敵で、なんか大好きなの楓ちゃん自体が。嬉しい。で、うんうん、私もひーちゃんの声で一緒に前にご一緒させていってもらった時が、うんうん、小さい女の子とかあのなんか言葉を選ぶとロリー、あ、そうそうそう、ロリーロリーお姉様、ロリーお姉様まさにそれ、ロリーお姉様とか、そうそう、あと本当にもっと年上のキャラクターとかだったりとかして、う、ね、うんうん、なんかこうなんか自分の中で知らない一面だったひーちゃんのめっちゃ素敵な声で、うんうん、なんて可愛いんだってすごい思ったの。言っていただけたら嬉しい。でも私もなんか自分の中に新たなこう引き出しもできたし、うん、あとやっていてすっごい楽しかったから、うん、またこうしてアニメでもやらせていただいて嬉しかったです、ね、はい、って感じですね、うんうん、あと他にもたくさん来ていて、うん、感想はどれにしようかな、いっぱいあるよね。そう、あ、まあ、ひかわちょばちょばが私の人生です。お、特番見てくださったんですね。わー、嬉しい。人生なの、人生なの。これはほずき家がね出してくれたパワーワードだから、主に津田ちゃんがいや、逆にすごい、なんか30秒でなんか一言でこのお庭を言い表そうみたいな感じだったけど、よくこれ本当に、ね、出てきたよ ね、 ね、あのまひろちゃんが可愛い、まひかわ名番なんだけど、このジョバジョバが何かはもうアニメを皆さん見て感じていただければと思います。第3話もちょっとずつ感じれるかも。そうだね。ですよね。これあのなんか先生が、ね、うんうん、どう思ってるかちょっと私は気になっています。確か聞いとけばよかった。あ、そっかね、うん、最初のトークの時、そうそう、先生とトークされてるのを、もし機会があったら次お願いします。聞いとく。でもなんかすごいなんか楽しく放送を見てくれてたみたいで、うん、特番もよかったよかった、よかったよかった、安心ですね。ですよ、他にもたくさん感想いただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、嬉しいです。そしてですね、うん、第2話のエンドカードにて解禁されたビジュアルも最高でした、はい、キルラキルで創作画監督補佐をされたり、ダーリン・イン・ザ・フランキスで作画監督をされている米山舞さんが書いてくださったまひろとみはりです、はい、うわ、めちゃめちゃかわいい、かわいい。これはなんかベッドの上でちょっと着飾ってみたり、うんうん、なんかメイク道具とかもあるね、見えるから、コテとかも、ね、すごい、なんかみはりちゃん、まひろちゃんのことをこう可愛くお洋服着せ替えたりとか、すごい好きだからうん、うん、きっと楽しくやってんだろうなっていうのがこの一枚でも伝わってきます ね、 ね、 ね、みはりの衣装も可愛いね、すっごく、ね、赤い服を着てる、うんうん、なかなかやっぱこうみはりちゃんはあの白衣起きてることが多いので、うんうん、そうだよね、新鮮ですね。ね、なんか姉妹でね、お揃いでちょっとコーデとかしても可愛いよね、うん、きっと。確かにお兄ちゃんとだとできないから、2人でだとそうだ、ね、いや見れるからやってみてほしいと思う。お兄ちゃんともワンちゃんなんかお揃い。お揃いピアで。ピアで。確かにいけるかな。いけるかな、見てみたい。いつか。可、ね、愛、うん、い、 い。素敵、ありがとうございます。はい、あと別日に解禁されたウェブ予告動画ですが、こちら見ましたか？うん、見ました、ね、
なんかあの2人の掛け合いがすごい楽しい。そうなの。あれなんかね、猫頭先生が全部書いてくれてたみたいで。そうなんだ。だからあんなに面白い内容になってるんだっていうの、この間私も知りました。あの結構ウェブ予告だけど時間が限られてる、うん、そうそう、もう畳みかけるようなテンポ感が、そうなんかその絵と結構合っていて、そう、意外と内容ね、実はずっと合ってるわけじゃないんだけど、ぴったり合ってるように見えますよね。見える見える。そう、しかもなんか今回が、うん、なんか薬を女の子が飲んだらどうなるのかみたいな感じの内容で、うん、もしひーちゃんがこう女の子になれる薬があったとしたら飲みたいですか？え、あの原作だと、うん、ね、もうちょっと先だけど成田ちゃんが飲んで、うん、あ、そうそうそう、もしたんですけど、うん、また今女性である私が、うん、女の子になる薬を飲んだら、あ、でもなんか中学生ぐらいになれたら嬉しいな。女の子だから。そうだそうだ、結構もう今それ卒業している感覚で女の子じゃないかなみたいな。確かに私ももう子じゃない感じだから、子になれるなら飲みたいかも、うん、飲んでなんかちょっと制服とかを着ていいな、遊んでみたいです。楽しそうですね、うんうん、しかもなんか普通だとやっぱ自分の学校の制服しか着れないじゃないですか、うんうん、でも今だったら当時よりもお金持ってるし、中学生になっていろんな学校の可愛い着たいなと思った制服買い漁ってちょっと着てみたいななんて私は思っちゃった。漁るです。いっぱい買い漁ってみたいな。大人だね。大人をここで出してみようかなって。そうだね、うん、大人だからできる女の子の楽しみ方はちょっといいなって思いました。はい、いいな、ね、はい。そしてここにもありますが、はい、お二枚ノートをね公開されました、うん、いやこれすごいね。うん、すごいですよね。アフレコのやってる時に、うん、空いた時間でなんか感想皆さん書いてくださいねって言われていたんですけれども、うん、あのキャスト以外もそうなんです、書いていただいてて、すごい。だから私たちが最初に大体書くじゃないですか、うんうん、真っ白な状態で、うん、隙間のところ空いちゃったなと思ってたところは皆さんの可愛い絵で埋まってって、あの特に1、2話とか登場人物がまだ揃ってないから。そうなんです。スペースすごいめちゃくちゃあったよね。空いちゃって、うん、マリンカちゃんとこれはどうするみたいな感じだったんですけど、うん、できっとみんなが素敵にしてくれるだろうと思った。想像以上の、いや、もう完成度ですごい。あの猫豆腐先生も書いてくださってるんですけど、うん、ね、かわいいよ、ね、かわいい。演出の方とかも、あ、ほんとだ、もう本気のイラスト。これ売れますよねっていうぐらいの。ここに書いていただいていいんですかね。でも色紙とかの方がいいやつ。絶対そう。しかも多分鉛筆とかなんか、そうそう、ちょっと影感とかもなんか、あ、なんかこう、うん、指で伸ばして影つけるじゃないですけど、うんうん、こういうのありますよね、手法ね。それがなんかすごい素敵。すごい。そして制作さんも一言入れてくださって。あ、本当だ、ありがとうございます。よろしくお願いします。これは貴重なノートだね、本当に。いいですね、うん、それぞれの皆さんのなんか思いだったり書き方があって、うんうん、そしてまだちょっと公開されてないですが、はい、ひーちゃんも3話から来てます。そうなんです。書きましたけど、なんか私の下にあるかも。これはね、これはまだ言えないけれども、これは結構大事なところですよね、意外と。そう、あのキャストの方が絵を描いてる、うん。面白い。すごいいい表現力、ね、うん、めっちゃ分かりやすいですね。分かりやすい。こういうね、あの本当に細かいところまで力を入れて本気の方を呼んでいただいてるので、うんうんうん、すごいですよ。いや本当にこのノートもね、ぜひ今後公開されるの楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。はい、そしてそして、公開直前特番にて、うん、みんなでありなしトークをしたんですけど覚えてますか？はい、覚えてますよ。このお二枚トーク試作でツイッターから作品ファンの皆さんにも聞いてみたので、うん、またぜひやりましょうということで今からやってみたいと思います。やったー。題してみんなでありなしトークしないなんておしまーい。特番と同じく異性になったらしてみたいことに、してみたいことにて作品ファンの皆さんからも回答いただいているので、それを読みつつ、うん、我々でありなしを決めていきます。はい、ここからは我々の独断にてお話ししますがご了承ください。おお、皆
さんのありなしを決めていくんですね、うん、ですです、うんうん、じゃあまずは可愛い服かっこスカートなど着てみたい、コミケでアニメの登場人物かっこ女の子のコスプレをたくさんしたい。あ、男性なのかなこれは。かな、確かにコスプレとかね、確かに楽しそうだよね。これをじゃあ、はい、せーのでやっていったらいいですかね。じゃあせーのでいきましょう。わかりました、はい、じゃあいきますよ、せーの、アリー。おーこれでもいいですよね。うん、なんか、ね、なんか別に性別変わらなくてもしかしたらできるかもしれないけど間違いない、私もそう思いましたでもよりなんか自分の理想があるなら、うん、そこに近寄った、ね、なんかフォルムになって着るのも楽しそうだよね、うんうん、サイズ感とかよりね、うん、逆に私もなんかもし男性になって、うんうん、なんかすごいでかいがたいになったら、うんうんうん、あのコスプレ楽しそうだなって、あ、ですよね、うん、思います。ムキムキとかいいですもんね。タンクトップとかでね、もういいな、素敵ちょっと見てみたいな、そういう品ちゃんを想像つかないから。今でもタンクトップはできるんだけどまたちょっと意味が違うというか。確かに別ですもんね、うん、それは。香里ちゃんなんか着てみたい衣装とかある？私は男性になったら、うん、なんかターザンみたいな服着てこうおーってやるコスプレっていうのが分かんないんですけど、ちょっと布少なめだもん、ね、布だすぐ布少なめをちょっと選びがちで、結構でこうここだけを守るなんかあのヒョウ柄みたいな、あーなんか獣とか葉っぱとか、そうそうそう、自然の自然を彷彿するオーガニックなオーガニック溶け込むような感じで、うんうん、でもいいね、パワフル系だね、うん、なんか今の自分にはない感じをちょっとそこだけではやってみたいかなって、うんうん、ちょっとシュールで面白そうだけど見てみたいですかね、あとは、はい、他にもいろいろ。そうなんです、ロングヘアを永遠に指でぐるぐるし続けるっていう願望があるみたいです。おお、これは男性から女性だな、うんうんうん、どうだろうな。じゃあいきますよ、はい、せーの、アリー。いや、いいと思う、うん、やってみて。その発想がいいなって、うん、なんかヘアアレンジをしたいとかじゃなくて、うん、もうぐるぐるをしていきたい。これを、ね、暇があったらぐるぐるしたいみたいな感じですもんね、きっと。ね、多分女性でぐるぐるしてる人見たことがあるのかもしれないね。そうかも。なんでぐるぐるするのかなとか、確かに肌触りがいいのかなとか、どういう気持ちなんだろうみたいな、うんうん、そうかもしれない。あんまり女性側からはこれが普通すぎて、うん、やりたいって気持ちになったことが、うんうん、そうね、私はなかったから、自然にこうなんか触っちゃったりとか、あ、あ、うん、みたいな感じですよねそうだね、うん、ちょっとできる女性感もあるよね、仕草的に、うん、ですね、うん、いいと思う。やってみて、こんな感じかって気持ちを教えてほしい、うんうんうん、あとお友達と一緒に化粧してみたいなとかも、うん、なるほど、なんか可愛いです、可愛い、うん、そういう気持ちになるんだあんまりなったことないなんか日常に溶け込みすぎて、あ、友達と一緒に化粧してみたいって。確かに、か友達と一緒にヒゲ剃りたいとかないもんね。ないですよね、ちょっとヒゲ剃ってあげたいだとかもあんまりないから剃り合ったり、そう、そういう感覚なのかな、ね、もしかして、うん、だからあるんだって思うとこがとっても可愛い、うんうん、って思いますね、はい、あと私個人的にすごいツイッター見てても思ったんですけど、うん、バックパッカーやってみたいって言ってる井岡夏実ちゃんが最近になっててなっちゃんが答えてくれてたんだ。そう、バックパッカーって何私知らなくて知らない、うん、なんか結構リュック一つ、うん、荷物を一つで世界中を旅する、はー、ちょっとこう旅行ぐらいしっかりしてないけど気軽ななんか旅っていうイメージあ、なるほど、うんうん、なんかちょっと行き当たりばったりでみたいな、そうそうそう、あ、なるほど。え、じゃあこれちょっと男性になったら やりたいかどうか回答してみます。はい、ありがとうございます、教えてくれてやっとわかりましたではいきますよ、はい、せーの、アリー。うーん、やってみたい、うん、これも楽しそうだよね、楽しそう、うんうん、女の子でもできるかもしれないけど、うん、男の人になった方が、うん、やっぱ今の自分よりは力もあるから、こうできることも増えそう、うん、バックパッカーやってる最中とか、そうだね、あとなんか、うん、
野宿もできそうかなって。確かにテント張って、うん、ちょっと一晩そこでとか。そう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 、そうだね、そういう発想も確かにできるし、うん、ヒッチハイクとか。あ、うんうん、良さそうだ。ちょっと男性になったらやってみたいかも。ね、なっちゃんは意外に結構旅とかそういうの好きなのかもしれないね。かもしんない。今度会ったら聞いてみようか。そうしましょう。ここに来るかもしれないし、ね、そんな聞いてみよう、うん、ぜひぜひ、うんうん、はい、ということでアリナシトークしてきました。はい、またぜひね、皆さんこういう風に質問していただけるといつか聞き、うん、私たちが回答すると思いますのでお待ちしております。はい、そしてただいまお絵かきキャンペーン開催中ということで、 SNS 上に鬼舞お絵かきがたくさん上がってますよね。うん、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ここからはそんなお絵かきを見ながらお話ししていきたいと思います。はい、題して鬼舞お絵かきトークしないなんておしまい。はい、ということで、はい、数々の絵をありがとうございます。ありがとうございます。私たちを見させていただきました。本当にたくさん描いてくださってて、ではまずはこちらの方ですかね。はい、ハッチーさんの絵です。かわいい、はい、このアニメ化をお祝いしてくれてる感じがすごい伝わってきて、うん、いいですよね。嬉しい。あとこうどやってるまひろちゃんの後ろで見張りがの表情が、ね、なんかこけてんのか泣いてんのかわ、うん、かんないんだけど、めっちゃかわいいんですよ。うん、なんかやっぱ泣いてる顔はまひろちゃんって感じのイメージがあるんですけど、うんうん、でもこれは見張りが泣いてんのがまた新鮮でいいなって思います。ね、嬉しい、ありがとうございま す。そして2人目はタコポテアットマーク初心者からのイラスト練習中さんです。ありがとうございま す。あら、これも可愛いですね。可愛 い。うさぎ年だからうさぎなのかな。ね、なんかうさぎのフードと、うん、あと服もそれに合わせたちょっとフリフリの、ね、うん、ケープみたいなのついて可愛いし、ね、あとなんかそれあれ猫と伏せじゃないかな、違うのかな、猫と先生がいる、うさぎバージョンの猫と先生みたいなのが腰に疲れてて、ポシェットに、ポシェット、あ、ポシェットが可愛いね、めちゃめちゃ素敵ですね。表情も素敵です。うん、アイディアも素敵、うん、ありがとうございます。そして3人目はみかんもちさんの絵です。ありがとうございます。これはあれですね、土の子じゃなくてオオサンショウウオ、オオサンショウウオです。すいません、ずっと間違えちゃった。オオサンショウウオの絵です。先生のアイコンになってる子ですね。うんうん、ね、コメントがこの子可愛いから好きって書いてくれてる。嬉しい。確かに可愛い。そうなの。そう、しかもなんか作中とかも結構出てきたりとかも、うんうん、オープニングでも出てくるので、うんうん、結構鬼舞にとっては重要なキャラクターですね。山椒だったんですね。そうな、あの山椒だったんです。土の子ではありません。そして、はい、次は納豆ボタンさんです。わー、あー、ほずき系の姉妹ですよ。本当だ、楓ともみじを描いてくれてて、こちらもあのうさぎ年にかけて、うさぎの着ぐるみみたいな、うん、めっちゃかわいい、 かわいい、このいいネグインクしてる楓、うん、ちゃんのちょっとこう照れ隠しも見えるもみじの兄弟感がすごいちゃんとしっかり表れてます ね、 ね、うん、そしてちゃんと猫とうふ先生、猫とうふ先生がうさぎバージョンになっていらっしゃいます。いらっしゃる。みんなやっぱり描いて、うん、くれてるんだね。ね、嬉しいですね。年賀状にも使えそうな感じで素敵です。素敵。そして最後はこちらです。はい。なんて読むんだろう。セオミヤドアさんですかね。はい。間違えちゃすいません。多分セオミヤドアさんの絵ですね。ありがとうございます。これはバニー、あ、エンディングのバニーガールのまひろちゃんと楓ちゃんですね。楓の顔が。ギラギラしてますね、うん、ちょっと燃えてますね。いい、あのなんか手の置き方もなんか可愛いですね、うんうん、妹を支えてるみたいな感じで、確かにね、可愛くてもしょうがないなって感じが伝わってくるよね。うん、
いい絵ですね。いい絵ですね。バニーガールもウサギ年だし。確かに。そうだ。いろいろ絵ととかかってていいですね。ねえ、すごい本当に皆さんいろんな表現をしてくださってて。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き募集しておりますので皆さんぜひたくさん書いてみてください。たくさんお庭トークしてきましたね、はい。ここからは本日放送となる第3話の見どころをお届けするコーナーです。題して第3話のここを見ないなんておしまい。はい、じゃあまず、うん、私の方から第3話の見どころ言います、はい。私やっぱりこの、この回はですね、冒頭のアバンがすごい好きで、おいきなりカエテちゃんとマヒロが出会うんですけど、はい、出会い方が衝撃すぎてなんか台本読んだ時もえっってなったんですが、いざアニメで完成した時の、なんかこうなんかトイレを開けて出会っちゃった瞬間の何とも言えない沈黙みたいなのがすごく素敵に表現されてるのと、ねえ、その後の楓ちゃんの似たなが絶妙に優しいんだけど絶妙に怖い感じが好きでした。私は、ね、あそこの表現すごく私も好きで、うん、なんかあの一瞬目があって時が止まるんだけど、楓ちゃんとこう手を動かしてすって隠すって隠す、ね、かわいい。あんな出会いからどうなっていくのかっていうね、普通だったら気まずそうですが、うん、素敵な感じになってます、はい。私は、その後の、みんなでショッピングに出かけて水着をそれぞれ試着するっていうのが、あれ可愛いですよね。可愛かった。しかもすごいの楓ちゃんのやっぱ、いや すごいあの想像よりもすごかったです。予想よりもすごかった本当に。うん、もうナイスバディとはこういうことかみたいな動きと音といろいろなので表現されてますよ ね、うん、ねぜひ3人の水着姿を見れると思いますので、はい、はい。あとですね、私は個人的にずっと気になってた美晴ちゃんのピン止めが、前髪についてピン止めが、どういうものなのか美晴にとってが明かされますね。なるほど、 そこがぜひこれ見たら、あ、美晴ちゃんだみたいな感じで、美晴ちゃんの良さがさらに見えるんじゃないかなって思うので、確かに絆がちょっと垣間見えるかなっていう、そうなんです、素敵なシーンだよね。そこもめっちゃ素敵なんです、なので見どころがたくさん詰まってる3話なので、この後ぜひぜひじっくり見てみてください。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。この後の放送がますます楽しみになりましたね、うん。この配信をお聞きいただいている皆さんの声も気になりますので、このおにまいトークに関してだったり第3話の放送に関してなど、作品に関することであれば何でもいいので、ハッシュタグおにまいトークをつけてツイートしてください。そのうちあなたのお便りや感想が読まれるかもしれません。ぜひお楽しみに。はい、まだまだお話ししていきたいのですが、残念ながらお時間になってしまいました、はい。ではここからはおにまいインフォメーションをお伝えさせていただきます。題しておにまい情報も知らないなんておしまい。まずは原作情報です。一人者月刊コミックレックスにて連載中のお兄ちゃんはおしまい最新コミックス第7巻が発売中。特装版には猫豆腐先生の16ページにも及ぶ書き下ろし漫画が収録されていますので必見です。さらに公式アンソロジーコミック第3巻も発売中となりますので、こちらも合わせてお楽しみください。続いては放送情報です。テレビアニメお兄ちゃんはおしまいは毎週木曜日 ATX にて23時30分から、東京 MX にて24時から、BS11 にて24時30分にて絶賛放送中となります。さらに配信情報です。本日25時よりアベマにて第3話先行配信開始。さらに22日日曜日25時以降より公式ホームページに記載の各プラットフォームにて順次配信開始となります。23日月曜日夜には配信と合わせてお楽しみいただけるおにまいトークオーディオコメンタリーも実施いたしますので、合わせて何度もおにまいを楽しみましょう。そしてパッケージ情報です。おにまいのブルーレイボックス上下巻も発売決定です。1話から6話を収録する上巻は
4月19日水曜日より発売。7話から12話を収録する月刊は6月17日水曜日より発売となります。それぞれ豪華特典がついてくる盛りだくさんの内容となっていますので、詳しくは公式ホームページにてご確認ください。最後に皆さん、アニメ公式よりお絵かきキャンペーン開催中です。ぜひぜひ鬼舞愛を詰め込んだお絵かきをしていただき、アニメ公式ツイッターをフォローいただいた上で企画ハッシュタグハッシュタグ鬼舞お絵かきをつけて投稿してください。アニメ最終話放送日まで開催しますので、多数のお絵かきをお待ちしております。投稿いただいたお絵かきには猫豆腐先生含めたアニメスタッフにて審査しまして、最優秀賞に選ばれた方には猫豆腐先生のサイン入り色紙をプレゼントします。その他アニメ情報は随時アニメ公式ホームページ、ツイッター、TikTok にて発信していきますので、ぜひフォローしてご確認ください。以上、鬼舞情報でした。というわけで、テレビアニメ、お兄ちゃんはおしまい、ツイッタースペース試作、鬼舞トークもお別れのお時間となってしまいました。はい。はい。二人での、初めての、うん、鬼舞トークでしたが、はい、いかがでしたか？なんかすごいあっという間に感じたのと、 あと皆さんの感想とか、うん、あとイラストとかも見ながらトークできたので、うんうん、なんか反応がちょっとここで知れて嬉しかったです。本当に嬉しいですよね、うん、たくさんの声。アニメの方もみんなで楽しく撮っておりますので、うん、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください、はい、この鬼舞トークはアニメ放送日となる毎週木曜日の夜に配信していきます。次回第4話の鬼舞トークは私見張り役の石原香織と穂月もみじ役津田みなみさんでお届けします。ということで、ひーちゃん、はい、もし津田ちゃんへメッセージがあったらお願いします。津田ちゃんに、うん、もし異性になったら着てみたい衣装はありますか、うん、って聞いてみたい。お、いいね、確かに。どんな感想が返ってくるのか楽しみ、うん、お願いします。はい、わかりました。ではでは、はい、またお会いしましょう、うん、ここまでのお相手は小山美晴役の石原香織と穂月楓役の金本久子でした。この後23時30分からの ATX、 24時からの東京 MX、24時30分からの BS11 で始まる第3話の放送を見ないなんて、おしまい。バイバーイ。